Thank you.
今何してんの？ん？何してんの？今？うん。これで。ああ。何を使うの？え？何を使うの？この箱。刺身汁食べるんだよ。うん。了解。てんてて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 てんてんてんてて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 てお湯？お湯は何？では簡単に材料を見ていきましょう。お湯ある？お湯。主役であるまずは松茸。一生懸命最安値のものを選びました。次にかまぼこ。松茸が高かった分。30% オフのかまぼこを買いました。そして銀杏、そして三つ葉です。まずは材料を食べやすい大きさに切っていきます。かまぼこは真ん中に線を入れて、くるりんぱ、飾り切りをします。そしてここで本日のメインである土瓶が出てきました。はい、土瓶、家からこっそり持ってきたないミニ土瓶です。うーん、土鍋。あ、土鍋。これ、上に見て。はい、目なしと厳しい。愛情、愛情持って。どうした？先生のこと見守ってるの。どうした？みんなで見届けてる。うまく飛び虫ができてる。ね、いいかね。内中論って何？内中論。よー。いけるかな？どうだろう。どう？すげー買うよ。ここが元に戻った。行っていい？でも戻ってないね、それ。これ戻ってない。めっちゃ乗せる。でも、もう結構戻ってないのあるよ。あ、ほんとだ。あ、じゃあ2つだけだったんだ。これ綺麗にできてるね。ほんとだ。ちょっと優しく入れるよ。あ、いらなかったんじゃないの。なんかこの子、うわ、すごい。
いい匂いする。すごいね。いや、松茸の香りする。いいんだな、そう。え、ギニア全部いいかな。結構量多かったよ。ギニアとかじゃない。2個、私はそうでもない。何しのみんなとかどうしてるの。最悪のコースとか人にあげる。うちも私大好き。うちもあげたやつは好きなんだけど、なんかさ、茶碗蒸しのやつ味ないしさ、なんか食べる意味わかんなくない。確かに、ちょっと臭いじゃん。そうそう、じゃあの茶碗蒸しは焼き鳥のぎんなんは、茶碗蒸しのぎんなん、あれがちょっといい。どうぞ。スタチを絞っていただきます。